はい、ビジュアルゴーグランの皆さん、こんにちは。ソワンプロジェクトウィズ手まりです。こんにちは、ソワンです。手まりです。ゆうゆです。はい、ということで今日ね、エンジェルボイスレコーディングでも参加してくれてる、ゆうやにも、コメントで参加してもらってます。ゆうやありがとう。こっちでこそ来ちゃった急にね、怖い。初めて見える方はだいぶおねえな方が手まりに本当に。でもどっちもいいのどっちもいいのどっちでもいいのということでね、ビジュログなんですけれども、はい、今回8月9日水曜日ですね、ソワンプロジェクトイズテマリセカンドミニアルバムのタイトルお願いします。あ、ごめんなさい、今ちょっと緊張して頭が千日静かな願いと、リリースすることになりました。ありがとうございます。おめでとう。ということでゆうやにもね参加してもらっていますが、今回、はい、ゆうやの聞きどころ等はございました。まあでもそうですね、やっぱり急に真面目、やっぱりその楽曲の良さもさることながらね、さることながら楽曲のさもさることながら、やっぱり俺のコーラスを聴いてほしいですよね。ということであり、ということであり、今回はねコーラスねがっつりね、そうちゃんちょっともうちょっと上げてよ、もうちょっと上げてよ、もうちょっと上げて、おー、キャン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 、そのぐらい上げましたから。上げちゃいましたね。すごいあのコーラス、俺の声がうるさく入ってるから。うるさくないです大丈夫ですよ、で否定したうるさくないって今リンクしたね。むしろあの広角にサラウンド広げてっていう感じ、ね、はい、そう音がね、いいね、単純に音がいい。僕音のことよくわかんないですけど音がいいです。音のことよくわからないけどすごくいいものに入りましたね、うん、はい、ということで総評をじゃあ手丸さんからもお願いします、はい、そうですね、今作は前作にも増して非常に臨場感と、そして叙情的でもあり、そしてこの何ですかね、1年間活動を続けてきた上でさらに、まあ、気持ちの部分でも演奏の部分でも説得力の増した我々ソワンプロジェクトのエネルギーというんですかね、今伝えようとする思いがすごくあの込められてる、うん、今のリアルタイムの我々の魂みたいなものが音に宿ってまして、すごくいい作品に仕上がってると思います。はい、ありがとうございます、はい、ということで、ファーストミニアルバムもね、性質を形成する音ももちろんコア、架空を形成する上ではすごく大事な一枚になって、それももちろん聴いてほしいんですが、今作8月9日リリースですね、千日静かな願いとの方もすごく、そのコアな核な部分からすごく輪郭の広がった作品が出来上がったなと、濃度の濃い作品になったなと思っております。幅広い楽曲たちを、俺たちね3人、他のゲストメンバーはもちろん、バイオリンさっちゃんですね、はい、はい、あとギターで泰造が参加してくれてますが、本当に素晴らしいアレンジになったなと。そうですね、うん、自信ありですね。自信ありですね。で非常になんていうんですかね、この手応えというか自分たちのワクワクしちゃう感じがありますね、うん、なんかメンバー同士が、とにかくなんか一人でも多くの人に聞いてもらいたいっていう、今なんかこうそういう意思統一ができてるんでね、ぜひ皆さんお力添えいただき広げていただけたらなと思います。はいはい、そして8月22日ですね、渋谷のレックスで真夏の夜の夢、はいはい、コンセプトワンマンがあります、うん、楽しみですね。楽しみです。夢見たい。夢見たい。夢です夢ですから、はい、夢見たい。どんどんワンマンにしたいですか。本当の私を出し見せる自分はそれでも、ね、女の自分を含まれてます。含まれてますね。含まれてます。また終えてます、はい、ということでぜひ8月22日東京渋谷レックス遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、この辺でお別れしましょうかね。はい、またお会いしましょう。ソワンプロジェクトウィズ手まりでした。またね。